はい、こんにちは、とくです、えー。今日ですね、ジャニーズジュニアのイベントで、ジャニーズ史上初動画撮影で SNS 拡散が OK になったという記事があったので、ちょっとご紹介したいと思います。元ネタはエンカウントさんが、ジャニーズ史上初コンサート撮影家で、ファン驚きと歓喜、こんな時代が来るなってっていう記事ですね。 撮影家のイベントなんだけど、でもやっぱりヘッダー画像にジャニーズ事務所の写真を使うあたりがメディアのやっぱりまだ配慮があるんだなっていう感じなんですけど、ちょっと僕の記事にはあのツイッターの写真を使わせていただきましたけども、最初記事を読んだときは写真撮影家なんだと思い込んだんですよね。まあ,あのそれでも十分画期的だと思っちゃったって話なんですけど、もともとの 記事だと、まあ、最後のアンコールのタイミングだけ観客の撮影許可と SNS 拡散が許可されたっていう。まあ、ジャニーズ事務所ってもう本当にそのアーティストの権利を守るっていうので厳しい事務所で、まあ、やっぱりネット界隈でいうともその、ジャニーズの写真上げようもんならもうその内容証明の弁護士からの手紙しちゃうよみたいなのが、ブロガーの間でもよく言われてです、ね、僕最初の頃そういうのよくわかってなかったんで、そんな本当かなとか思ってたんですけど、 まあ実際ね、そのアマゾンで販売されている雑誌の表紙がジャニーズの場合黒塗りされているとかって、なんかちょっとその、よくわかんない、その、嫌だ表紙やんなくちゃいいのにとかつい思っちゃうんだけど、そうじゃなくて、あのやっぱりネット上の画像が乱用されることに今非常に嫌う事務所だっていうイメージだったんですけど、まあ、今回、ジャニーズ史上初、撮影を受けて SN 拡散も OK っていうね、ちょっと SNS 側の人間がすると、いよいよ、 かっていうしかもこれね、動画撮影 OK だったらしいんですよね。だからツイッター見に行ったら、普通に動画がたくさん上がってて、やっぱりジャニーズの,その、まあ、ファンの方って、やっぱそのジャニーズの,その昔のこの写真利用 NG が本当にファンの方にも行き届いてて、ファンの方のプロフィールにこう、推しの写真を勝手に使ってる人はフォローしませんみたいなこ,うことを書いてあるアカウントがすごい多いんですよね。だからそれぐらいその、 ジャニーズが決めたルールを守るのがファンなのであるっていうイメージなので、やっぱりそれが日本のネット界隈にもすごい浸透してて、やっぱ日本は本当、海外に比べると、アーティストの写真の量が圧倒的に少ないなっていうのが個人的なイメージだったんですけど、まあ最近はね、本当、K、K-POP、まあ、BMSG、b フ f i r s t なんかも、そのファンの応援なら SNS ガンガン上げてくれっていうのをスカイハイさんが言ったりしているので、だんだん空気が変わってきているところに、このジャニーズが、 ここに一歩踏み出したってのは本当に大きいなと思ってちょっと記事にしてみました。まあ、ちょうど TBS の音楽の日でその事務所横断のコラボを TravisJapan がやるみたいなこともあった直後なので、まあ、これは本当ジャニーズ事務所も変わらなくちゃいけないっていうエネルギーを動いてる感じはすごいありますね。まあ、当然 そのきっかけはジャニー氏の性加害問題ですよねっていうふうに見えちゃうタイミングなのはちょっと残念ではあるんですけど、本当はもっと早くからね、こういうチャレンジをしてもらえると、シンプルにすげえって言えたのがちょっとあれですけど、でもまあ、やっぱり当然、ジャニーズ事務所の中にも改革派の人たちはいたはずなので、ここ本当にそういう人たちに頑張っていただきたいなってちょっとね、この事務所の名前そのままで本当にいいのか問題とかいろいろ、まだ第三者委員会の。 調査結果も発表されてませんし、問題が終わったことには個人的にはできないと思ってますけど、でも当然、その、これからのアーティストがその日、あの、おいみを受けるのはまた違う気がするので、まあ、これからどうするかっていうのは、やっぱ中にいる人たちがこうやって真剣に考えて、新しい取り組みをするっていうのは、まあ、僕は SNS 側の人間ならちょっともち遠くですけど、いいことだし、これはやっぱりね、日本のエンタメが海外に出ていく上ですごい重要だと思うんですよね。やっぱり今まで、 ジャニーズ事務所のアーティストはネット上にいない状態なんで、スカイハイさんの言葉を変えられると、インターネット上にないっていうのは存在しないと同じっていう。やっぱり、このライブの映像が動画で Twitter 上で残るっていうのは結構ね、重要だと思うんですね。それによって海外の人も見えるようになりますからね。そうするとやっぱライブ行きたいなってなる可能性もあるっていう。まあ、TBS の音楽の日がコラボ企画をやったこと自体は個人的にいいことだと思うんですやっぱり TVer で1週間で見れなくなっちゃうと、 見れなくなっちゃうんですよね。だなくなっちゃうんですよね。だダンクはずっと YouTube に上がってるんで、こういう歴史的な転換点があったよっていうのが動画で紹介できるんですけど、音楽点はできないんで、だこういうそのライブも一部動画でこうやって残っていくっていうのは大事なんじゃないかなって。しかもファンがね、こうやって応援を SNS を通じてすることによって、まあ、その口コミ効果があるっていうのはちょうど今、 映画、君たちはどう生きるかが、まあ、宣伝をせずに口コミだけでいく、どこまでいくかって話題になってますけど、まあ、当然 BTS が世界で伸びたのはファンの SNS 上の応援のおかげですから、ジャニーズ事務所がそういう力をどう活用できる事務所になっていくかっていうのは、ちょっと非常に注目したいところだなと思っていたりします。はい、ほ、えー、にもこの話してますよっていうのがありましたら、えー、ぜひ、コメントやツイートで教えていただけると幸いです。 決まりでまーす。